はい、始まりました。おはらまくんチャンネルです。いやー、すごかったっすよね。すごかったですね。なんだこれ、いきなり。ちょっと待って、なんかあれ、パラセールもらったんだよね。ちょっと。パラセールもらったんだよね。あれもらっ、これだ。空中で X を押して使おう。もうこの状態で使えるのかなねえ。いやーね、本当に、ちょっとね、声を張ればいい話なのにね。なかなかね、声が張れなくて、ね、どうしてもちょっとこう、暗い感じになっちゃうのが、個人的にはめっちゃ気に入らないんだけど、まあ、私の性格の問題なのかしらね。はい、開けてみよう。開けていこう。おーっと、何ですか、これは。兵士の弓。弓に関してはめっちゃ、10も増えてね、4から14ってね。何これ、戦闘用に攻撃力を高めた弓。より大きなダメージを与えることができる。木で作られているので火がつくと燃えてしまう。危ない。やばいね。まあ、とりあえず。で、何？ちょっと、こっからどっかを目指すって言ってたんだよね。で、これで目指すポイントがわかるっていう話っぽいんだけれども、何これ、始まりでしょ。今ここにいるわけだ。ね。始まりの塔に、どこに行くって言ってたっけ？覚えてないです。覚えてないです。なんかに書いてあるかな？冒険の、これだ。来ました、これ。選択したチャレンジで A を押すとマップになんちゃらかんちゃら。なにこれ。ガノン討伐、始まりの第一。ハイラル王。ハイラル王の霊が言うには、この国は今、滅亡の危機に瀕しているのだという。ハイラル城で、厄災ガノンの力を抑え続けているゼルダ姫の力が限界に達したその時、厄災ガノンが完全に復活し終わりを迎えてしまう。それまでにゼルダ姫を救うことができるだろうか。いや、できるだろうかっていうか、ゼルダ姫を救うことがこのゲームの目的であり、っていうところだよね。これは終わったんだね。違うな。まだ光ってるとか、次にこれをまずやりましょうって話だね。カカリコ村に住むインパという人物が自分の行くべき道を示してくれるのだという。始まりの大地を降りて東に向かい、二子山を越え、道沿いに北に進めばその村があるらしい。手がかりはシーカーストーンのマップの交点だ。始まりの大地を降りて東に向かえばっていうことなので降りてみましょう。で、何？飛べんでしょこれ。やってみるよ、こっから。いや、怖い。高所恐怖症。やだ。ちょっと待って。もう、なんか降りて、つって死んだらなんかかっこ悪いから、でもって、なんかここだって、始まりの塔ワープで、いかにも来てくださいって感じになってるよね。とりあえずここへ行ってみよっか、ワープする。いやー、ここで飛べない根性なしでございます。ここで飛べない根性なしでございます。石橋を叩いて渡る男。それがハヌマくんパパ。でございます。ございます。始まりの塔まで来ましたね。で、なんかあっちに光ってるところに行くのかな？まあ、とりあえず降りて見てみるしかないね。東に向かうって言ってるんでしょ？だから、こっち、上が北だとしたらこっちだよね。まあ、この辺とかなのかな？ちょっと見えてるもんね。まあいいや、降りてみましょう。うわ、怖え。もうまだ使わない。パラセーラーまだ使わない。もう、怖いからパラセール使えない。危ねっ。いや、怖っ。あ、なんだ今一瞬パラセールって出た。一瞬パラセールって出たね。おお、来たー、飛んだー、最高ー。あー、そういうこと。飛べばよかった、やっぱり飛べばよかった。もう一回飛びに行く。あ、ここ行けねえんじゃん、ワープできねえんじゃんね。まあいいや。ちょっとこの辺攻めていくか。ここら辺ね、この辺ね。あ、うん、こっちだ。こっちだ。高評価よろしくお願いします。